はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。いつまでもバイクでチャレンジ、チャレさんです。イエイ。はい、盆休み最終日、8月16日、時刻は9時ぐらいですかね、9時半ぐらいですね。はい、のんびりと呉の方面に向かって、バイクを流してお散歩中のチャレさんです。はい、ちょっとした雑談トークね、今日ツーレポを書くできるようなところに行くんじゃないので、のんびりと走っているだけですので、はい、ですね、何のお話かっていうとですね、車の話です。自動車のお話です。モトブログなのに車なのかよって言わないでください。はい、実は今年の、まあ還暦からの転職話とかいうシリーズもやっていましたけど、春から転職をしてですね、今建築会社の営業マンをしております。で、まあこれがね、車用車ももちろんあるし、タイムズのレンタカーも使えるんですけれども、やっぱり自分の車で移動ちょろちょろ外回りするのにあった方が便利が良くてですね、はい、まあ以前の職場のように、家とね、工場、まあ前は工場勤務だったので、工場との間だけ行き来するんであれば、雨の日だろうが雪の日だろうがバイク通勤、カッパ着てバイク通勤で OK なんですよ。で、会社入ってしまえばもう外に出ることもない内勤でしたから、はい、通勤の手段だけだったらバイクだけで良かったので、良かったですし、週末もこうやってオートバイしか乗って遊ばないので、車のを持っている必要性がなくて、持っていたグランドチェロキーっていう大きな車をですね、はい、もう無用の長物ということで処分をしてですね、はい、バイクだけの生活をしておりました。はい、約4年ぐらいかな、車を手放して4年、5年目に入るかな。はい、車なし、もうね、大人になってから自分の車がない生活なんてなかったですけど、5年ぐらい、ここ5年ぐらい車がないバイクだけの生活でした。まあ何かお袋を病院連れていく時とかはタクシーとかね、もう全然それで、まあ、月に1回か多くて2回だったので足りてたわけですよ。でもう全然車維持するより安いですよ。病院行って帰ってもタクシー代3000円かかんないですし、月に1回3000円しか使わないって言ったら、それじゃあもう車3000円で維持できるわけないじゃないですか。なのでもういらんいらんって、ましてやその持ってた車がね、グランドチェロキーっていうアミ車のでっかいやつだったので、あれ税金だけで7万ぐらい取られますしね、毎年毎年。車を断捨離してね、全然俺生活に車いらないじゃんっていう生活をしていたんですが、この春に、転職をしましてですね、営業マンになってですね、まあモンキーでも乗ってこう営業すりゃいいやって高く売ってたんですけど、晴れた日はと季節がいい時はそれでいいんですけど、梅雨とかね、雨の時期になるととてもじゃないけど、カッパ着てお客さんのとこ行ってまた脱いできてとかってできないっすよ。でやっぱりお客さんのところ行くときには上着着てなきゃいけなかったりとかね、お堅い建築会社ですので、はい、っていうこともありまして、やっぱ車いるかということで車探しを始めました。はい、でそうですね、まあ、何を買うかなということなんですよ。でもう大きい車はいらんかなと、小さい車でいいかなと思ってまして、で家族もそう多いわけじゃない、年老いた母親だけなので2人乗れりゃいいわと。って言うとですね、チャレさんの好きそうなスポーツカーとかね、全然選択肢に入るわけですね。もう荷物を積んで納品に行くこともないですしね、でアウトドアでどっかキャンプすることもないですしね、もうジープみたいなでっかい SUV もいらんわっていう感じなんですよ。まあ好きなんですけどね、 4WD はね。でっていうことになると、本当スポーツカーとかでも全然 OK だなみたいな、安いとコンパクトカーでいいなとかっていうことで、またこれがね、チャレさん変わってまして、人間が乗り物に対して結構うっさいんですよね、こだわりが強い。で楽しくない車に絶対乗る気がないというね、こう
わけのわからんとこがあるじゃないですか。持ってるバイクが CBF とか古い、あとねクソカスタムされたミニマムバイクのモンキーとか、人が乗ってないようなツーストトライアル、プーレーツーストトライアルとか、もうね不便さよりも楽しさを取っちゃうんですね。うん、なので、いくつか選択肢をしました。はい、まず、ローバーミニ、あの OHV のローバーミニです。ちっちゃい軽自動車よりちっちゃいあのミニです。はい、あれって楽しそうじゃん。でメカニカルな車だから電子制御がいっぱいついてるわけじゃないから自分で直せそうじゃんって、壊れてもって。値段も、あ、そうそう、値段の縛りがあった。あ、150ぐらいで買えるまでで買える車がいいなと思ってた。うん、そうそう。でまあそれ多少上下あったとしてもね、うん、だからミニも買えんじゃないのって思ってたのがまず一つ。あとね、フォルクスワーゲンのあの空冷のビートルね、昔のメキシコビートル、メキビーとかね、これも予算内でいけんじゃないのみたいな、はい、思ってました。はい、そしてもう一個は外車だとあのフィアットの500シンクエチェント、これのツインエアの2気筒エンジン 900cc のね、の2気筒ターボエンジンのやつがありますよね。あれがいいんじゃないの、安いしって。でこの3つ思ったんですけど、いやーどうせ、まあ、絶対壊れるよね、どっか壊れるよねって、いや日常の足壊れちゃ困るよねっていう不安との戦い、どれにしよっかなって。であとじゃあ国産で何かあるって言ったら、もうねスポーツカーしか思いつかないですよ。でスポーツカーで150までで買える真っ当なスポーツカーなんかないんですよ。うん、中古だけど、中古でね。で唯一あるとしたらマツダのロードスター、はい、とあとマツダの RX8、 この2つぐらい。もうホンダ系は全部ないよ。うん、で日産系もトヨタ系もちょっと手が出ない、150だと。うん、ということでピュアなスポーツカーね。うん、ピュアなスポーツカー、スポーツカーっぽいやつじゃないよ。うん、なということで、A とかロードスターかってなんで、ロードスター今のねその ND タイプのロードスターかっこいいなと思うんだけど、あれ高くてやっぱ手が出ないですね。出なかった。うん、でこれは諦めたよ。で8は手が届く価格のたくさん中古車出てるんだけど、いかんせん古いんだよなと思って、でもロータリーは楽しいよねと思って、さあさあまあその辺かってで、思っておりました。でですね、広島市内の某所にですね、フィアット500の中古車がバババババッと置いてあるお店がありましてですね、そこに見に行きました。でやっぱり値段の予算内のやつは一番奥の方に目立たないところに置いてあって、これかって感じなんですよね。うん、ダメだこりゃと思って諦めまして、はい、そしてですね、そのお店を出たすぐ目の前に、後輩くんがやっている車屋さんがありまして、そこにポツンと軽自動車の、オープンになる軽自動車のが置いてありました。でももうオープンになる軽自動車っていう時点でもう選択肢が知れてますけどね大発のコペンです。はい、ポツンと置いてありました。で、あ、コペンあるじゃん、値段いい値段するんですね、中古なのに軽なのに
いや高っと思って、で後輩君に電話をしました。でまあ乗ってみたらどうですかっていうことで乗って、はい、もう即答しました。あ、もうこれでいい、これくださいってはい、ということで、はい、ポペンのセロっていうタイプの車がを買ってしまいましたまあ国産だし、ダイハツだし、軽だし、維持費安いし、はい、壊れねえしもうこれだよこれって、もう楽しそうだしって、おもちゃだしって、ということでね、はい、こいつよりも排気量ちっちゃくて軽自動車で同じような維持費でしょ。あ、もういい、これでこれでいい、これでいい、2人しか乗れんし、これとほんと変わらんじゃんって、雨に濡れんだけマシみたいな、うん、ということで、はい、選んだ車はコペンになりました。まあ今月末ぐらいに来るんだと思うんですけど、はい、車検等お盆休み入ったんでちょっと車検整備が間に合いませんっていうことで、はい、お盆前には間に合いませんということだったんで、いいよって、急がずやってくださいねっていうことで、はい、これからはね、元ブログと言いながらも車も出てくると思います。はい、まあでもこれと変わらないですね。はい、こうやってのんびり流しながら、屋根がないんで、はい、屋根なしでオープンで走らせて動画撮ったりしたら楽しいかなーなんて思ってますという感じで、はい、チャレさんの車話、はい、車選びの話です。はい、いやーでもあれね、150万でアバルトね、フィアット500の C っていう屋根が開くタイプのやつが手に入ったらそっち選んでたかもしれないですね。ということで、はい、どんな車が来るのかお楽しみください。コペンのセロっていうのは、まあ、ネットで調べればすぐ分かるんでしょうけど、はい、新しい乗り物が来るとウキウキしますな。はい、ということで、はい、サルさん1台新しく仲間を増やしますという話でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。